自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日私は家にあるものでできる DIY を、紹介したいと思います。全部で2つ紹介しますが、まず1つ目、いらなくなった T シャツです。 T シャツね、もう着なくなったな、でももったいないなっていうやつ、家に必ずあると思うんですけれども、それとハサミを使って簡単に小バッグを作る方法を紹介したいと思います。まずはこの腕の部分ですね。ここはもうすでに切っておきました。タンクトップ状にこのようにタンクトップみたいにチョキチョキっと腕の部分切っておいてください。そうすれば作業がとても早く進みます。そして下ですね、この一番下の部分、ここをちょっと袋みたいに閉じますから、まずは裏返して、模様がある方を中に向けて、一番下の部分、裾の部分ですね、ここに、5センチぐらいの切り目をどんどん入れていきます。こんな感じに、ちょっとね、はたきみたいですね。こんな感じで、等間隔にまず切り目を入れたら、上の部分と下の部分をこのように結んでいきます。まず一番端ですね、一番端はこの T シャツの縫い目があるところ、そこをまたいで上と下の2本を取って結んでみましょう。こんな感じです。できれば、肩結びを2回ギューッとしておくといいと思います。そうするとね、ぴったりとできますから。で、一番最初ができたら、どんどんと次のこの切れ端を上と下それぞれ一つずつ取ってぎゅーっと結んであげましょう。さあ、こんな感じで全部結ぶことができました。皆さんしっかり結べたでしょうか。そしたらば、もう一回ぎゅーっと、さらにその上から足りないなぁと思うところをちょっと探して、あとはランダムで大丈夫です。同じ2本じゃなくても違う2本を取ってぎゅーっと、ちょっとここ穴が開きそうだなぁというところがあれば結んであげてください。これが袋の一番底の部分になりますから、袋の中身が落ちてしまわないように、いろんなところの2本を取ってぎゅーっと固結びしましょう。でもう十分だな、大丈夫だなと思ったら、もう一度表に裏返してあげて、で下はこんな感じに出来上がっています。そして全体を見てみると、こんな感じで肩にかかるところがバッグの持ち手のところになりますね。簡単な T シャツから作ったエコバッグの完成です。で、例えば、買い物に行くときはカバンの中にくるっと小さくまとめて入れてあげて、買い物をしたらこの中に何か入れてあげることができると、T シャツから、作ったとっても可愛いエコバッグ、例えばこの T シャツは白ですけれども、皆さんピンクとか青とかいろんな色のものを使うとまた可愛くできると思います、どんな色のエコバッグが出来上がったか、ぜひ皆さんコメント欄に書いて教えてくれると嬉しいです。さあ、まず1つ目は T シャツを使ったエコバッグの DIY ですかが、2つ目はこのようなペン立てを作ってみたいと思います。お家にあるもので誰でも簡単にできます。用意したのはこのようなラップとか、アルミホイルとかの一番最後まで使ったら出てくる芯ですね。ラップやアルミホイルの芯、もしくはキッチンペーパーの芯とかでもね、いいかもしれません。キッチンペーパーの芯は、大抵柔らかいので、それが切りやすいかもしれません。これを2つ用意してもらって、あとは好きな、紙、好きな模様が入った紙、これを使ってデコレーションしていきます。そしてハサミ、セロテープ、そして糊、あとは物差しがあると簡単にできます。さあ、ではまずこの芯を切っていきましょう。この長い長い芯を3つに、切っていきますので、まず全部の長さを測ってから
3で割りましょう。私の場合はだいたい8センチぐらいですね。なので8センチのところに物差しでチェックを入れたらチョキチョキと切っていきましょう。これは汚くなっても大丈夫です。後から紙を貼ってデコレーションしますので大丈夫です。さあ、そしたらこんな感じで、ピラミッドが作ることができます。でもこのままだとちょっと汚いので、先ほど用意した綺麗な紙でデコレーションしてあげましょう。さあ、糊でペタペタっと、まず芯に糊を貼ってあげてから、このように紙を巻きつけて、もし紙の方が長いようであれば紙の一番最後にも糊を貼ってあげて、あとは中に折り込むような形で中に入れてあげると簡単に巻きつけることができます。いろんな紙用意していろんな色を試してみるととっても可愛いと思います。さあ、全部できたらば糊で一箇所だけこのように糊を塗ってあげて、もう一つの芯とペタッと隣同士くっつけ合いましょう。もう一つちょうど隣に来るように糊を塗ってあげて、この芯をピタッと指で押し付けます。一番下の完成。じゃあ2段目です。まずはお隣同士をくっつけますから、先ほどと同じようにピタッとくっつけて、じゃあ次は2段目と3段目をくっつけますから、3段目の一番上に糊を塗って2段目を乗せ、そして指でギューッと押し付ける。そしてその上です。上にまた一番上の段ギューッと押し付けたら、じゃじゃーん、可愛らしい穴が開いたピラミッドの完成です。さあ、ではここにもちろんペンをね入れてあげて完成です。いろんなペンをこんな風に入れてあげるとちょっと変わった形のペン立てに、まあ立ってませんね、なんでしょうね、ペン入れが完成しました。どうでしょうか皆さん、これとってもねいいアイデアだと思いますので、皆さんぜひやってみてください。こんな風に持ち運ぶこともねできます。さあ、この、アイディア気に入ってくれたら、このビデオいいねをしてくれると嬉しいです。チャンネル登録してもらえるといつでも新しいビデオが見られるようになっていますので、またチャンネル登録してください。次のビデオで会いましょう。